アルゼンチン航空386便食中毒事件とは1992年2月14日にこれらで汚染された食品がアルゼンチン航空386便の乗客に提供され乗客1人が死亡した食中毒による航空事故である。1992年2月14日、ミニストロピスタリーに国際空港発。 ホルヘチャベス国際空港経由のアルゼンチン航空386便、ボーイング747の200バイト型旅客機がロサンゼルス国際空港に到着した。この便のリマロサンゼルス間には乗客336人と乗員20人が搭乗しており、乗客336人のうち297人がアメリカを、2人はカナダを、37人は日本を、 最終目的地としていた。コレラ菌、コレラの原因となる最近この事件の1年ほど、前からペルーではコレラが流行しており、ペルーの首都リまで386便が機内食を搭載した際に、コレラ菌に汚染されたエビが混入、乗客5人がロサンゼルス国際空港へ着陸直後に体調不良を訴えた。七日後には体調不良を訴えた乗客は十六人に上り、 うち70代前半の男性一人が死亡した。これらに汚染された食品はアメリカ国内の他地域に広まることはなかった。リマでアルゼンチン航空へ食品を提供したペルーのケータリング会社は同じ日に他の航空会社にも食品を提供し、アルゼンチン航空386便以外では病気の兆候は報告されなかったが、 アルゼンチン航空はこのケータリング会社が機内に汚染された食品を持ち込んだと求断した。この主張は論争を引き起こしたが、アルゼンチン航空がリマへのフライトを中断し、ペルーが領内へのアルゼンチン航空の運航を禁止したことで終結した。アメリカ食品医薬品局による調査は、食品安全に関わる法律軍に多々の問題があることを浮き彫りにした。 国際民間航空機関は、ケータリングやその他のサービスを第三者に発注した場合でも、運航会社には安全に関する責任があると発表した。1995年、世界保健機関は、ICAO や国際会示機関の監修のもと、航空機や船舶で、これらや他の伝染病が拡散されることのリスク管理に関する合意を形成した。 この合意に従い、航空機の殺菌手順が1998年に改定されている。その後 ICAO は国際トラベルケータリング協会の助言に従っている。ありがとうございます。